まあ今日もね、あの新人がこう入ってて、ね、実は昨日もさ、一人まあうちのグループ会社のね、面接やったりとか、おとといでさ、なんかね、まあ、新規事業を一緒にやりたいなっていう人がね、前から来てて、でそれをおね、時間がないからってんで、まあもう昨日しか、おととし入れないってんでさ、また休みの日で御殿に予定入れてくれてさ、なんかね、9月はもうずっとさ、予定いっぱい入っちゃってるじゃん。で、あと10月にまたね、海外出張やったりなんかしてるから、結局さ、調整できるところはさ、休みしかなくて、で、なんとなくね、休みの日もいろんなことやってるんだけども、まあその中でね、まあ、昨日もちょっと言ったんだけども、さ、人ってさ、ね、積み重ねが大事だってことをね、意外に分かってない人多くて、で、まあ、昨日のね、やつもさ、もともとね、やっぱり、サッカー関係でね、すごく優秀なやつで、で、まあ、Jリーガーにね、なって、その後なんか、なんだっけ、フットサルのさ、プロってあるんだね。で、それで活躍してたんだけど、なんかね、サラリーマンになりたいって言うんだよな。で、なりたい理由がわかんないけども、まあ、本人はさ、その、なんていうかな、社会人やったことないから、とりあえず、ね、ずっと、まあ、そういう、ね、スポーツで食ってきたんだけど、要するに、ね、サラリーマンになりたい、言うんだよね。で、なりたい理由っていうのはただ漠然としてるわけ。でさ、よく考えたらさ、俺なんかもそうだけど、子供の頃ってさ、なんか、高校の時のアルバイトの延長とかさ、なんか、ね、仕事をしながら、いろんなことやるんだけども、なんか、成り行きでさ、その、ね、なんていうかな、将来がさ、決まっちゃってさ、でその路線をさ、ずっと走っちゃってて、で、はたと気がついた時には、要するに、なんかさ、違うところに移動ができない感じあるじゃん。で、僕が良かったなと思うのは、ね、学生時代に、まあ、ヤングに行っててさ、で、昼間はね、まあ、アルバイトの延長で、結局、まあ、輸出っていうかさ、まあ、陸送の仕事みたいなのをね、やってて、で、それでね、そこそこうまくいっちゃったんだよな。だけど、国務規制でさ、があって、急にさ、うちが担当してるその輸出の部分は無理になっちゃったわけじゃん。で、それで結局辞めたんだよね。で、その後に、まあ、しばらくサラリーマンやってて、で、その後、今度ね、飲食店やろうと思ってさ、で、結局不動産屋さんに騙されて、今こうなっちゃったわけだよな。要するに、騙されちゃったから、なんとなく、あ、不動産業だと勝てるなと思ったから、急にね、25の時にさ、転職したんですよ。で、その時にさ、あ、すごいラッキーだったなと思うのは、じゃあ、ね、その、ね、学生年長線上で、まあ、ね、仕事をしてさ、そのまま国務規制がなければ、多分その仕事してたと思うんだよね。まあ、それはそれで、多分ね、成功はしてると思うんだよな。だけどさ、今はないよな。で、同じように、ね、それでサラリーマンになって、そのままサラリーマンでね、ずっと行ってたしたら、今はないじゃん。で、あと、ね、その、不動産屋さんに騙されたことがなければさ、ね、今のこの不動産業に入ることはなかったよな。でさ、ちょうどね、僕25の時に、転換期迎えてね、でその時点でさ、もう完全に遅いなと思ったわけ。遅れ取ってるなと思ったわけ。だから、ね、さ、ね、同じ、その会社の中でね、やっぱり、ね、当然だけど営業の仕事は、俺は意外に得意だと思ってたから、営業でもね、頑張るのと合わせて、あとは、ね、宅建の免許もさ、ね、周りはほとんど持ってないけども、まあ、入社してすぐに その年取ったよね。で、それはね、何かって言ったらね、遅れてると思ってるから頑張るわけじゃん。で、ね、遅れてると思うから人がね、要するに休んでる時に仕事するわね、勉強もするよね、で、試験も受けるよね、で、いうことをさ、やるんだけど、問題は遅れてると思わない人がいるわけ。で、それがね、成長の糧にならないよってこと。ね、要するに、僕はね、何でもそうなんだけども、まあ、昨日もね、まあ、30過ぎてさ、ね、サラリーマン目指して、ね、なんか就職活動やってるって言うけど、それキャリア違うよねと思うわけ。ね、そのキャリアってものはさ、積み重なってるわけだよな。で、その中で、やっぱりさ、俺は思うんだけど、まあ、20代はね、いくらの取り返しがつきますよ。だけど30代はね、ほぼ取り返しがね、難しいよ。で、40になったらもっと難しいわけ。だけど、それをさ、そのね、やりながらさ、物事を考えるときに、ね、まあ、一から出直しますよ、言うよね。うちの会社の中で入ってくる人が、まあ、そこそこ年食ってね、うち来るじゃん。で、一からやり直しますよ。やり直しで採用してないしと思うわけ、僕はね。やり直しとじゃなくて、今までのキャリアをさ、要するに、ね、買って、ね、就職してもらってるわけだよな。
だけどさ、そのキャリアはさ、さておきじゃダメなわけじゃん。でそれが結局続かないとね、やっぱり僕はあのね、あと過去においてね、あの何人もね辞めてた人見てるけども、結局その人たちってそうと言ってもまた辞めちゃうよね。それ何かっていうと、積み重ねるってことを知らない人たちだな。だからなんとなくさ、人間ってね、あのこう仕事してるとさ、食えちゃう時代があったんだよね。でちょうど今のその40代、50代の人たちっていうのはそういう時代に生きてきてるわけで、それはね、僕はあの思うのは、これからね、先週かな、また新聞でも発表されたけども、これからさ、とてつもないリストラが始まるよな。でそのリストラが始まってて、景気はさ、いやね、ちっとも良くなってないじゃん。でね、ちっとも良くなってないところで、要するにさ、経済の根底的にあるさ、日本の製造業ってものがもう、要するにさ、製造業は海外に行っちゃってるわけじゃん。でそれをさ、また立て直そうとしても、それはね、国際社会の中で難しいなと思うわけ。でそう考えると、じゃあそのね、我々がさ、この将来に向けてやる、ね、あのビジョンっていうのは、要するに過去のさ、50年のビジョンじゃ、ね、作り込むことはできないわけ。だから逆に言うと、僕はね、今までこう、 うちの会社の中でいろんなことやってきてるね。それはさ、ね、新しいビジョンの中で、要するに将来に向けていろんな手を打ってきてるわけね。でこれもこれからもそうなんですよ。今なんだかんだ言ったってね、国際資本ね、要するに日本の国内の資本もあるよ、もちろん。で、さ、また金融機関の方がさ、要するに融資についてね、不動産に融資して焦げ付いちゃったことが多い人がね出てきて、でその人たちのおかげでまた金融機関のさ、引き締めがあるかもしれないよね。この景気の時に一番そのさ、調子がいいところに水を差しちゃうっていうね、その政府の考え方って僕はちょっとおかしいなと思うんだけども、でもね、実際に不動産でね、要するに投資で成功してる人と失敗する人の数でいくと、ダントツに失敗してる人の数が多いよね。でもさ、成功してる人はみんなね、僕なんかが十数年前からさ、うちのね、会社と付き合ってる人たちが今ね、そのね、サラリーマンであっても富裕層に近い人たちいっぱいいるよね。でこの人たちっていうのは成功した人たちだよね。でさ、うちの会社の中にはそういう人いっぱいいるわけじゃん。うちの会社ってうちの、ね、クライアントにはそういう人たちいっぱいいるわけで、そこはね、実績と見してみてもらわないと困るなと思うわけね。で今朝もさ、まあ、ラジオでね、僕はちょうど今日ラジオの番組出てるからね、あれだけども、またさ、いろんな会社がね、コマーシャルやるよね。うちと同じようなことやるんだよね。似て非なるもんだよな。なんでかって言ったら、後発でさ、なんかうちがね、うまくいってるから自分たちもできるんじゃないかなと思ってるわけ。でもさ、僕は実際問題としてはそれできないと思うわけ。で、なんでかって言ったら、ね、要するに倫理的な会社ってそんなにないからね。うん、だからある意味では僕は今度いつだ、明日かな、またある大学のさ、モラルを研究するさ、研究所があるんだよ。でそこからなんかね、取材が来てるんだけども、僕はこれ明確に話そうと思ってるのは、僕はね、この業界の中でね、その CPM っていうさ、ね、国際ライセンスを日本に持ってくるときに、ある団体のでそれを導入することになったわけ。ところがそのある団体はね、要するにやったかやらないか分かんないような、その何とか入居者に対してね、要するに消毒しましたよって消毒費用をね、取るわけ。してるかしてないかわからないのに取るわけ、ね、それで笑っちゃうのはさ、うちの管理物件で入居者から苦情が来たんだ。でその時にね、消毒してるのになんでゴキブリ出るんですか、言われたわけ。何の話だろうなとって調べてみたら、ね、うちの物件を仲介でくっつけた、ね、その会社が消毒費用を入居者から取ってたわけ。これモラルに反するよねってこと、ね、あとね、ほら、いろんなものを売るじゃん、なんか、ね、浄水器の口くっつけて、ね、やって、その、ね、カートリッジ費用を請求するとか、ね、鍵の交換してないのに鍵の交換費用を取ってみたりとかいうね、当時はそういう、ね、団体だったわけ。だから結果的にね、そんな、ね、要するに倫理をさ、こういう中に言うと自分たちが責められるような、だからこんなの導入しないって言ったわけ。僕はそれ違うと思うわけ。本当のことを教えてあげて、その中で、ね、要するに市場っていうものが出来上がるっていうのが一番僕正しいやり方だと思うわけ。だから投資もそうだよな。投資の手法を僕たちは今、ね、国際市場をみんなに教えてあげてるわけじゃん。でその中で物件を探してるんだよね。でもさ、
それが要するに分からない人たちの方がうちは商売しやすいはずなんだよ。でも実際にあの僕たちは、ね、あの同じさ目線で要するに数値を計算した上で投資指標をもとにして売買をして、でそれであの行ってるだろう。これ倫理的な話だ。今どうですか、日本の全国 の、ね、その不動産投資やってるさ、ね、あの会社がじゃ あ、ね、あの我々と同じような基準で商売ができるかって言ったらそれはなかなかできないと思うんだよな。だからそこはやっぱりね、僕はあの、ね、まずは道徳倫理で、それと、ね、最後は法律と照らし合わせてどう判断するかっていう、ここが大事だ。だから肝としては、ね、あの僕たちの仕事ね、儲かればいいって話じゃないから、ね、要するに要する、ね、あのこれから先10年も、ね、20年30年50年100年、ね、要するにつなげられるような、要するに社会と照らし合わせて要するに倫理のある会社に、ね、していきたいわけだから、僕はね、これからの社会は倫理がない会社、モラルがない会社はきっとね、どんどん淘汰されるねってこと。あともう一つだね、人もそうですよ。倫理がない人、ね、倫理がない人たちいるよね。この社会社会でうまくいかないよね。なんでかって言ったら、社会は認めてくれないからっていうこと。まあ、ぜひ、ね、ね、今我々がいろんなことをやろうとしていることについては、ね、将来性をさ、もう少し考えながら、すべてのね、うちのグループ企業、ね、そういうことを考えながら、ね、仕事していくことが大事じゃないかと思うね。ぜひ、ちょっとね、これがまた新しい人がどんどん入ってくるけども、いい？一番最初に教えることは何かっていうと、まあ、業務もそうだけども、仕事に対する姿勢を教えてくださいってこと。ね、上の人たちは、ね、それを教えることだ。まあ、それが一番重要。ね、ぜひそういう意識を持ってください。お願いします。以上。